どうもエルザレッドです。それではフラッドオフライトやっていきましょう。今日は第3回目ということで続きをやっていきたいと思います。いやー、前回の序盤グダグダプリカね、なか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 やったんだけど、まあ、今回はねそれが少なくなると信じてやっていきましょう。まあステージで言うと、まあ2、1、G っていう感じなんで、ボールなんで、まあ3つぐらいになるんじゃないかと思ってはいるんですけどね。さあ、エネルギーと生命研究所ということで、お、監視カメラがずーっと見てるね。さあ、先導者様、エネルギーと生命研究所へようこそと。7個目の機台は、水の柱の機台、私の後ろの扉の中にありますと。運休になった列車と同様に、人類が希望の都市をやむなく見捨てていったとき、研究所内で発電機を全部って書いてますね。はみ出てたな。エネルギーと生命研究所には5つの発電機があり、扉にある5つの電源指示ランプにそれぞれ対応しますと。電源指示ランプはつながっている明かりでチャージでき、扉の制限管理制御原理と同じく光を1個灯すたびにランプゲージをチャージされます。ランプはゲージチャージされます。なんかすげえことなんでしょうね。扉なら5つの電源ランプを全部点灯すると。はい、カプセル実験室ということで、まあ、とりあえず前回と同様、ギミックを解いてっていう話でしたね。ただ、鍵は閉まってるんで、まずは電気を通すことからやっていくという感じですかね。さあ、これだね。まあ、なんせね、ちょっとね、1週間ぶりの操作なんで、ちょっと思い出しながら。はあ、これはこう動かせるわけね。はい、では回収してよね。はい、あ、で、こう、で、まあ下にしておいて、回収の、あ、違うか、横か。はい、これでオッケーと。どう考えても光が一つ足りないんだよね。まあまあ、あれはまた別でちょっと探しますか。さあ、開く。上に欲しいところだね。ああ、ってことはまずはとりあえず、でも3つ欲しいね。一番奥は、そうだね、そもそも届かないもんね。は、無理だね。
ちから特に取れるものはないよね。これ使わなかったら、あ、でも2つ使うから結局いるか。あ、そうかそうか、そういうことか。はいはいはい。で、回収の、やっぱ久々にするとここら辺のはちょっと鈍るね。1,2,3 だよね。絶対多すぎる気はするんだよな。お、テストして。もう聞こえますか？はいはい。放送機能使いあなたと通話していますと。エネルギーが1本溜まりました。あと4本溜まるとトロビアが開きます。あ、じゃあこれ余分に1個あったけど、これ回収してれば、あっち側つけれたわけね。なるほど。さあ、残り4つと。まあ、とりあえずここの電気をつけないとっていう感じだね。でも通らない。こっちを開くとそんな感じか。ほうほう。で、回収ができる。まずこうしよう。で、これをこう。いや、でもここちょっと邪魔だな。届かないもんね。ってなると、罪か。こうこう繋がないといけないから、左からだね、やるならね。動かせないしね。あ、落ちれないか、さすがに。そしたらリプレイ。まずつけて、1個つけて、これがこうなった場合ぴったしなの。でもこっちにどうつなげるかであって、2つはついたけどっていう感じだな。あ、やっぱリプレイしたが早いな。とりあえずここにはいけないでね、さすがにね。先にこれ開いて、閉じて、こうで取る。で、これ取ってしまえばいいのか。そしたら、これだね。開いて。届かないけど、こっからだったら届くもんね。さあ、光の橋ができたね。いやーね、これ買った時は楽勝だなと思ってたんだけど、思った以上に難しいのよね。
あ、全部取っちゃったよ。まあ、いや、一回やってみよう。ああ、なるほど。やっぱうまいことを分けてって感じが。いや、だったら左が。で、近づけて、こっちはいけないね。こうで。こうしたら、あ、そんな感じか。ここ一個いらなかったかもね。一個余ったしな。これ回収できればと思ったけど、そうだね、先にこっちしてから左かもしれないね。ちょい待ち、ちょい待ち、これ1個置いて、そう、ストックとして置いておくか。肝心なのはこっからよね。届かないよね。あ、でもこうすれば届くか。で、つなげて一回返します。で、3つあると。で、1、2でいけるね。よしよし、なるほどね。おい、お、オッケー。あれ、あ、そっか、やっぱ1個足りなかったか。これ取るとだよね。ああ、違う。だいたい見えてきたね。やっぱこういうのとりあえずやってみるっていうのが一番早いね。これで1、2、3、4、5、6、7、これ取っておいて、こっちで、そうなのよね。やっぱこの2個分を渡してないと微妙な感じか。一回全部渡してみようか。いや、ちょっと待ってよ。あ、やっぱ2回分けてしないとダメか。
で、これでこうだよね。ただこっからだよね、問題ね。あ、なるほど、そのためこれか。いや、それだと光がちょっと足りないな。1、2、これでいいのかな。ギリいかない。ああ、そういうことか。とりあえず回していいところで止めて、動かして届かない。意外とシビアだ。はい、どこでこうをこうを、はい、回収。はい、これで OK だね。いやー、意外とむずい。ピッと。で、こう、こうで、OK。よし、OK だね。一応やっぱ前回よりは、なんか慣れたなって、早くなったね、プレイ自体はね。あ、上か。あ、違う、それも欲しいんだけど、これもちょっと持っていかないとね。ほい、ゲッチュ。これはこっちは何もないよね。さあ、右側と、だよね、絶対これ最後っぽいよな。で、回収シーンも、まあ2つか、まあいいか。まあ多分また戻ってきそうな感じがするからね。ん？もしかして一周した？あ、そんな感じだね。ただ、さっきの扉があれで入れるようになったってこと？入れるね。さあ、あと一つ。ほう。取って。で、エレベーターは多分これで、あ、こっちか。あ、メールだ。メール。2016年5月11日豪雨と。ブルーライトセンター起動させることはできなかったと。ブルーセンターで MW に一回おカプセルに入れると。まあ、結局、その WJ02 っていう項が問題として最終的に出されたって感じか。あ、もう結局いけねえのか。
だよね、どう考えても足りないよね。あ、しかも太陽か、これ下じゃないと波か。さあ、回収したが、あーなるほど、青は青か。でもこの地点で届かないからね、一つ足りないんだよね。となると、基本的これヒントなしだからね。こうでこうの、おお、そういうギミック。さあこれで、でも、あ、上取ってないね。さて、こっからだね。あ、いや、ちょっと待った。一つ増えてんのか。で、あ、いや、これ先に行ったらダメか。上に1個ずらして1,2で3個回収できるね。でも3つで止まるのよね。これも取らないとっていうとこか。両方ともしてって感じだよな。いや、とりあえず先に、青は取り戻しておいて、で、こうか。いや、こう、先に上に一回上がろう。この状態で回収しの、足がつくって、一旦上げる。回収で3つ。これ黄色しないといけないんだよな。あ、そういうことか。そもそも、あ、でもあれ渡れなくなるな。これ動かしたいな。しかもここ通らないよね。はあ。あと一個あればいけるんだけどな。届かすことできないもんな。
若干、あ、積んでなかった、よかった。で、とりあえず、ああ、なるほど。もうこの時点で動かせないか。いや、どうだ？これ取ってあげて、下が上がってくるってわけね。足りねえもんな。とっても3つなのよね。いや、青になるっていうのがまた厄介なのよね。いや、足りんな。ちなみに、やっぱこれでも上がってくるか。こうしてこうしてこうの青側とかもしかしてでこうのといいのこうこうとおおでけたでけた危ない危ない。さあ、あとは下だね。メールはもう見たよね。もう一回取らないといけないとかなるとそれはそれで辛いそこまでシビアじゃないと思うんだけど。さあ、水を引け。さあ、だいぶ引い、あ、これ取ったらダメだよね。青にしとこう。青はね、意外と厄介なのよね。さあ、これで5個になった。で、取って、さあ、これもゲットと。でもこれでまた24個か。まあまあ、謎解き優先でね。さあ、これで全部電気が通ったわけだが、なんか回路変わる？あ、特に変化なしだね。さあ、何が中で待っているのか。あら、意外とこれで2は終わりかな。しくじった10日過ぎてもブルーライトセンター起動しなかった。今日は締め切りという W02 を監禁室から連れ出した。カプセルに入れる日だと。彼女の儀しか受け取ったぬいぐるみをグイッと掴み、最後まで離さなかった。ぬいぐるみを一緒に入れることにしたと。
冷夏196の低温で乾燥加湿状態にさせ、まあタイムカプセル状態だね。おお、恐るべきことは言ったと。フェリーもうすぐそっちへ行くわと。誰かということだね。で、この中に入ってた写真だったよね、今のね。だよね、ここの中にいた子がやっぱこの子だったっていう話だね。でも開いた感じはないから本当にこの子なのかどうかと。B か。やっぱ芯の回収がなかなかやね。さあ、一般市民居住エリアと。多分最後かな。まあ、やっていきましょうかね。さあ、左側のポンコツを起こして、叩き起こして、どうなるか。ケージ6コードによると、下物の土地が嵐に起こされた後、人類はそこを見捨ててました。しかしある人間の姿をした先導者様は、人間の姿をした先導者か。8つのレベル式、機体を起動させ、抜粋されたロボットを全て救った。ここまではあなたも知っているはずと。しかし残された、残りの隠されたコードは私、管理ロボットにしか見られません。常に7個の機体を起動させ、そろそろ隠されたコードについて話す時が来たのか。ロボットには故郷がありません。彼らは土に未練がありません。しかし、先導者は彼らは哀れに、帰れるところをあげたかったと。雨の降らないいつも日の裏かで、穏やかなそよ風を吹き抜ける街を、人間とロボットが平等に共存できる街をあげたかった。ロボットに優しい街、その名はエーム教。実際なんて名前だね。以上が隠されたほどの内容です。ほう、あなたに新しい武器を与える冬の石連れの怪しいです。最後の旅と。じゃあ G はゴールか。やっぱこれを取って、動くと。さあ、最後ということだが、なんか今までに見たことない感じのものが出てきたね。そうだね。でも本当居住区エリアだから、もうタワーがいっぱいあるね、マンションとかね。あ、はいはい、それは分かってますと。ただあれ、急に Y が効かなく、X ボタン長押しで空の鳥一つ飛ばします。え、そういうこと？ん？あ、はいはい。ここで道路を、はあ、保有能力もあるよってことね。キャンセルは下ボタンを押すと。これが新しい能力ってわけか。コントローラーの説明あったけど、ずっとできなかったのはこのことね。さあ、先導者さんはまたパワーアップしたのですねと。
これから手に入れたいろいろなさまざまな光の応答をにして空中へ飛ばすことができますと。しかし空中で飛ぶ灯籠は屋根に阻まれることともあります。灯籠が屋根に阻まれても、中の光が影響を受けることはありません。つまり光は屋根を通り抜けられるのです。回収はできないと。いや、わざわざこうでいいのか。で、メールも読んでおこう。MWZ が封印されて2日目の降水量に変化が見られなかったにもかかわらず、都市管理センターは警報レベルを特別警報が警報に下げたと。結局女の子のせいにしたけど、ってことね。で、源は双子だったということか。フェリーとロッキーと名付けた。妹のロッキーが今の W02 で、姉のフェリーは2ヶ月前の交通事故で死んだ。ああ、じゃあ亡くなっててっていうことか。じゃあ今いるのはもしかしてフェリーっていう女の子になるのかな。可能性としてはあるよね。なるほど。ギリだった。で、気になったのが、これとって、これを回収できるかどうかなの。ああ、キャンセルできるだけか。さあ、こうだね。で、ポンポン。でいいのか。で、取って橋を渡り、問題はこっからだな。これだね。壁は通らないけど光は通るよっていう。通らないじゃん通らないじゃん。どうしたものか。予定ではこれでこういけるはずだったんだけどね。今光が一つないとあげれないのか。なるほど、使い方も出てくるのか。ここからってなると、わざとここで2個だね。1、2、で通して、これ回収してから、あ、届かないか。ってなると
やっぱこれでいけそうな気がするんだが、ダメなのか？あ、いけた。さっきいけなかったのは何だったんだろう。やっぱこの微妙なところはなかなかな感じやね。こういう細かいところはね。まあでも仕方ないっちゃ仕方ないか。インディー系だと、インディーズ系だとね。あー行く感じか。まあまあ余分には持っていけなかったな。さあセーブポイントと下に降りて、あこっちだよね。上に上がってくると、まずはまあやっぱこうだよね。うん、やっぱいけねえよな。いけねえよな。ということはここに一つ灯籠的なのが欲しい気はするが、これ使う、あ起動はするんだ。これを取ると動くのか。でも光の橋がないってことだよね。ああちょっと待った。そっちは、そうだとしてこうすると、ああこちら側がつく。あーめっちゃややこしくなってきたぞ。あちょっと高すぎたね。うん高すぎたね。とりあえず間違いなくここあたりでっていうのは間違いないね。左は、まあ、とりあえずほっといてこれ回収して、右だね。取って、問題はここだ。ここ。わー、ダメですか。意外とシビアだなぁ。だ結構真下気味にしててもいいね。はい、これで届く。で回収。危ない。ここだったら確実だね。
て、はい、こうして取って、で、こっからだ。1個は開ける用でやっぱ欲しいのよね。ってことはやっぱこれ2つ回収して3個にしとかないといけないね。で、さあ奥まで行って、あとは範囲に入れて、いやーダッシュとかできないからね、これもう時間との勝負というのもあるけど、もうのんびり考えてするって感じだね。おい、これで解けたね。届かない。まああと1個あればできるけどと。さあ姉のフェリーの整理番号は W01 と、妹のロッキーの整理番号 W02、 まあ名前が分かってきたわけか。双子の源はお互いのやる気を抑制するため普通の人間のように見えたと。何度も利害を比較した結果、研究所はリー夫妻の娘たちを居住エリアに連れて帰ることを許可した。万が一のため源の、両親と条件付き有給契約書を締結したと。もし源の双子のいずれか死亡した場合、研究所はリー夫妻が今日養育権を取り返し、抑制の機会のためにラボに入れっぽいコントロールする権利があるというの項目をということで、例えば何か手紙とかありなかった。あ、これが養育の権限がってことだね。さあさあちょっとあれを取っておきたいんで、これさ絶対届かないよね、やっぱそうなるか。え、いいや行こう。まあ多めに持っていって次どうなるかという感じだね。お、最後っぽいな。さあこの先最後の木で山の柱の木台、もう最後か、早いな、もう一息ですと。8つの木台を全部起動させる、させると我々ロボットはみんな助かります。我々ロボットの進行する唯一の原則です。決して疑いをしない。だからあなたを信じています。私たちを生み出すとして見せてきた人類とはまるで違います。山の柱の木台を建造して星々の柱と輝くのプラットフォームを入れてください。希望の都、都市の都市の子がそこにあると。ほう。チャージ中、7分8、1、2、3、4、5、6、7。あ、でもカメラもちょうど8個あるね。B。最初だけだったなぁ。取れたのね。さあ、次。エンディングだけ見る感じかな、もしかしたらね、次は。いやぁ。この、ちょっと右の隙間が気になるけどね。
どうしても左右対称じゃないのが気になるな。星々の柱と光のプラットフォームと。さあ、メール読みましょう。もう最後だね。16の17ってことはね。17分の16か。ダブルザルニが封印されて1週間後、予感が当たった。豪雨が勢いを前よりも増して街に封鎖された。さも我々に怒りをぶつけるように、都市管理センターが避難指示が出た。うつぼかに見舞われた私はダブルゼロには収納された場所に行くと、カプセルは空だった。あ、じゃあ、抜け出したこと？浮かんでいるぬいぐるみ以外はロッキーの安田からだ、とっくに消えていた。ロッキーを封印した瞬間、我々エネルギーを抑える唯一の媒体を失ったと。家族を失ったロッキーを寂しい監禁室に見放さずに寄り添って慰めてあげていたらこんな事態にならなかったのだろう。神様どうして今更悟ったんだろうか。源をコントロールするのは機械ではなく源自身の意志だ。彼女が晴天を除けば雨は抑えられるのだろう。なんか天気の子みてえな感じやな。天気の子がこっちの影響を受けたのか、それとも天気の子がを取ったのか。まあ、明らかにこっちの作品の方が後だからね。届かない。お、戻れない。あ、まずこれだね。なんか日本チックやな。ああ、先導者様。ここは古代文物と宗教保護区ですと。必ず通る道。基盤都市と呼ばれるの。前からこのエリアが存在していたのですと。基盤都市の人には信仰こそありませんが、ここを守る概念を持つことはありません。まあ、無意識で守らなくてもいいか、だけどっていう感じだね。そのプロテクトシステムの影響で都市コアのチャージを管理したこのエリアは再構築されますと。光の間は全く関係ない2つの空間をつなげてしまうこと。すべての石勢を灯さないと光物は現れませんよと。はいはい。あ、光の物に吸収されて持ち越すことができないんだ。まあ、とりあえず、あまり何も考えずに。ここかな？これで。実はちょっとなぁ、多いんだよなぁ。うん、やっぱ届かないよね。つなげるのは確か。うん、届くね。で、これ以上使うと
1,2,3 で、これ回収してつなげれば OK か。ピタッと。まあまあまあ、でもだいぶこの辺りはやりやすくなったかな。まあ実際そんなもんだよね、ゲームね。ラストと思ったらラストじゃないパターンだね。うわー、今普通にボンミスしてしまった。いやー、しくったなー。まあただこのゲームボスって概念がないんで、そんなに気にしなくていいかなっていう感じですね。なんで今俺ミスったんだろう。おい、あれ届くかな。違う心配が出てきたな。次は、おっ、ギリ。おい、お、戻るしかないってことか。ああ、で、違う扉が開くと。さあ、これ最後のメールっぽいね。17、2016年7月5日、豪雨特別警報が発令とか。5日目、30%の市民が避難したと。苦悩した結果、最後のフェリーに乗ってからここを離れることにしたらしい。ロキを引き止められなかったことを悔やんでいるそうだが、私にしたって同じ気分だ。もともと娘を授かるチャンスはあった。古代文献によれば、町が崩壊するとき遺跡のロボットを起動させ、光の法廷の前で町の最後の人形を献上すれば永遠教の源が呼び起こされるのとの記載があったと。支度をすることにした。おお。おお。その支度はしたのは誰かってことだね。ってことは、これを書いてた人が献上したってこと？届かんよね。届かんとなるとこうだよね。使いすぎた感がある。まあでも多分この高さでしょ、多分届くと言っても。あえてここはいらないか。タンタンって作って、ここはいるね。ここまで持ってきて3個で2個して、うん、そういう感じか。さあ、奥まで行くのが辛い。この地味な移動が大変なんだよね。この辺りでいいかな。あんまりシビアに狙いすぎてもねっていう。なんかね、これ鬼っぽい感じになるよね。で、ここで、あ、これ届くか。いや、どっちみち、
一つ置くつか、やっぱここギリギリか。あ、違う違う。いやー、そういう精密な感じで来るか、いきなり。ちょっと待ってね、どこまでまず高さが、ここまで OK、 ここね、はい、届くで、ね、よしよし。でも上は届かないで、これはこれでいいとして、こう、で問題はここにギリギリ届くから横と一緒か、こうでつながるで預けて、こうすればもう回収できるからね。で1、2か。いや足りるか。あ、いやギリギリ足りるか。なんか俺余計なこと考えたな今余計なこと考えたな。なんでそんな変なこと考えたかな今。うん、普通に言ってよかったね。あー、いや、こう言ってこういけんかなと思ったのよ。そしたらそもそも高さが足りねえわみたいなね。ここだね。で、ここ。で、ここか。ここにつければやっけ、青なんだよね。で、これで。届かないよね、どうしてもね。回収して3つになるから1個上げて1、2で OK だね。だからこれをあとは、まあ、こんなギリギリ狙わなくても。あ、やっぱそうだ、やっぱ足りないね。そうだ、やっぱ、うん、やっぱそうだ、混ぜないといけないわ。はい、ちはやさん、こんばんは。今日は謎解きしてます。インディーズゲームですね。まあ、これ今回撮影会でやってるんですけど、確実に言えることは早送りだね、ここはね確実に言えることは、ここは早送りになってるはず。では、OK。で、回収の、普通に考えすぎたんだよね。これ取って上に上げてしまえば、これでいいのよ。これ普通の灯籠だよねあ、でも置けないんだ。へえ、上げとこう。
さあ、17個目のメールは見つかったが、どうなるかな。あ、ありがとうございます。さあ、次、上だ。で、これ取ると動くと。いや、動かした意味あったのか、俺今。動かさなくてよかったよね。だよね。もうなんかすでに積んだみたいな感じになったけど。そうだよね。これ絶対初見殺し的なみたいな感じで、今絶対やったよね。んで、この状態で、あー、そうきますか。そういうことか。こうで、移ってここがなくならないといけないよね。でもこれ青になってしまうのよね。これは持ち帰らないといけない。あえて戻る。でもね、これ多分この動きなんだけど、ここを排除しないと、あ、そういうことか。あえて捨てるんだ。はあ。なるほどね。そうか、わざと捨てさせるっていう考えもありなのか。はあ。問題はここだよね。あ、はいはい、そんな難しく考えなくてよかったわ。これでいけるもんね。さあ、ただ今思った。そういうことか。問題は結局戻る方法がどうにかしろってことか。まあまあ、でも。まあ、どっちみちまた失敗したね。いやー、細けいギミックが増えてきたな。
こういうことで。あ、でも距離が足りてないもんな。で、これが成功するまで何回もってことだね。きちいな。きちい、それはきちいな。遅かった、遅かった。あ、積んだね。あ、でも単純にこの位置でポンポンできればか、別にそこまで難しく考えなくてもいいか。だからそうじゃないんだよな。あ、ありがとうございます。高評価ありがとうございます。あえてこれぐらい。そうだね、これ捨てるって考えたら、この辺り適当にこう捨ててもいいわけだね。で、重要なのはこれ消せれないっていうのがきついね。でも小さければ多分先に取ってくれるから。あ、いや違う、ああこれ青い方が上じゃないとダメか。いや、むずけえぞ。ここむずけえな。タイミングがあるっていうのが難しい。はい、シフさんこんばんは。また同じことをした。とりあえず、上、うん、これでこれでいけるだろう。もうもうこれでいけてほしい。あ、ダメだ、無駄遣いするとかだと。回収の投げ、うん、早すぎたね。ああ、それはダメだよ。それはいやいや、なんかアクションゲームが恋しくなってくるな。やっぱさ、あのさっきみたいに無理やりジャンプしていこうとかできるからさ、アクションゲーム、そういった意味では考えるものがあるね。いい感じだ。さあ、これで整ったぞ。あ、ちなみにそうですね、ゲームの話で言うと光を操作して、謎解きをするゲームになります。一応ジャンルはシンプルジャン、ん？謎解きか、シンプル謎解きゲームっていうので、スイッチのインディーズゲームでいくらだったかな、240円でした。安いよね。これ240円なんだよね。まあ多分時間にしたら4、5時間かな、クリアにかかる時間っていうのは。
そんな感じがする。だいたいライブ配信で5時間ぐらいだもんね、今回やっててね。さ、やり込み要素も無事成功と。いや、半分しか行ってねえなー、悔しいな。さあ、まだまだ続く感じだね。これはもうこうでしょ。でもあえてこうする必要はまだなかったね。青取ってタンタンってして回収しておいてでいいもんね。いや、さっきよりまだやりやすい気がするな。回収シーンの1個ぐらい使っても良さそうだね。うんうんってなるな。はいはい、はい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 。これかい。あ、ギリギリ乗られないとダメか。ぶつかる感じね。じゃあこうだよね。で、さあ、そうじゃなかった。まだし取らなくてよかったか。これだと青になってしまうんで、投げて取って、1、2、3、1、2、3、4でぴったしなるんだよね。ってことはやっぱ、あれ、これいるか。青色に全部変わるっていうのがきついんだよね。この動きは別に OK よね。この次だよな。多分これにくっつけると戻るわけだよね。で、やっぱここで使う感じか。むずけえな、これの使い方がむずけえな。いや、むずけえな、これ。
リーリーダメ。あ、ってことは順番が違うのか、もうこれだと。今何に引っ張られてた。いやーどうしよう。いやーマジか、回収できねえな。よし、そしたら一回休憩しよう。うん、ちょっとだいぶ固まってる気がするんで、今回ここまでしましょうか。で、次回多分ここと隠しダンジョンがあるっぽいんで、そちらをして、っていう流れでいきましょうかね。はい、ということで、ここまでまずご視聴ありがとうございました。一応動画撮影なんで、動画を見てる方は、ここまでとなります。それでは次回会いましょう。ほんじゃあまた。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。